終了させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新しくなった書店見た感想を内田さん。なんかこのお店のコンセプトがカフェのような感覚で皆さんが立ち寄れるような書店作りということで、ちょっとこう柔らかい温かい風合いのお店作りをされたと聞きまして、私も店内みんなでね見たんですけど、すごくこう居心地のいい空間になってますね。私も
写真集もちなみにというか、ここで本当に初めて写真集イベントをやらせていただいて、うん、その時の印象とね、店内がガラッと変わっちゃって、うん、でもなんかまたすごい本屋さんが素敵なので、また遊びに行きたいなと思います、うん、あの私も以前カレンダーを発売した時にこちらでサイン会をしてしたんですけど、本当に雰囲気が全く変わって、単純にじゃあカレンダーを買いに来てくれたファンの方とかっていうのは、ただ立ち寄るだけではなくて、それをきっかけにここの本屋を知ってもらえる場所になったというか、あ、こんなにいいところこんなところにあるっていうのは本当にいいきっかけだなと思います。私は写真集だとまだ使ったことはないんですけど、今後こちらで出すことができたらなと思いました。はい、久しぶりに写真集出してみたいな。え、これいじめですね。でも期待ファンの方いっぱいいらっしゃいますよ。いや本当に写真集っていうのは、でもこういう本当に若くて可愛い子が出すから意味があるので、私とかはね違いますから。え、きちんと真面目にお仕事していい芝居ができるように頑張ります。なんか他の本出すとかないですか？他の本？エッセイとか。あ、エッセイですね。これがまた地味な生活なんですよ。本当にやっぱりエッセイ出される方とかすごいね、努力してるよね。こうブログ書いたりとか、みんなそういう自分でフェイスブックやったりとか、すごい努力されてると思うんですね。ところが私はちょっと苦手なので、まあ地味にこう本当にプラットフォームを立ち読みしちゃったプラットフォームをこう買うのが一番好きです。内田さんも長いですよね。今までこう芸能生活、ちょっとなんか私の今までこう今までの芸能生活ちょっとずっと本みたいな感じの自分の反省を出す。いや、そうですね。反省綴るほどそんなに濃いものがないので、あれですよ。もう皆さんが面白がるようなこともないので特にね、リップサービスも特になく、今日はちょっと真面目に東福屋書店の宣伝なんですけれども。私は、まあ、置いといて、今後ね、本当にだからもっとおばあちゃんとかになって、自分が何か書けるような出来事があれば、それによって何か読んだ人が元気になるようなことがあれば書けたらなと思いますけど、はい、でも本当にそのテーマが違うので、若い人からその、ね、年齢を重ねた方でも選びやすい本屋になってますです。ありがとう。